どうもこんにちは、たぬきです。現在ね、北灘駅にいるんですけども、今予算線の、9線の部分ですか、海沿いを走って景色が良くて本数が少ないところ、全駅巡ってるところなんですけども、前回の、ね、前編の動画で半分ほど訪れたので、今回のこの後編でまた残りのもう半分を訪れようと思います。ではね、ここから次の隣の伊予長浜駅に向かって移動していきます。ここがね、国道378号なんですけども、これ沿いにね、すぐ左に曲がったところに伊予長浜駅があります。ここもね、結構大きな駅、多分それなりに利用があるんでしょうね。この駅の周り、ここからだけ見るとね、そんなに、家が何軒かあるぐらいかと思うんですけど、このちょっと手前にね、店がいっぱいあったんで、久々にね、店というものをね、見た感じがします。あれ、待合室もね、明るくて、なんかやたら広いですね。なんだこれは。で、窓口は、これは、それはもうやってないんですね。無人駅でしょうね。窓口があった気配もあるし、あと、券売機も久々に見た気がするな。でこうちゃんとね、あの最近のポスターが貼ってあるだけでもね、多分ね、それなりに管理されてる駅なんでしょうね。愛媛鉄道開通100周年、これホームのところにのれんもあるから、これも多分伊予灘の物語がそれなりに停車するんじゃないですかね。ここはおお、あれホームもすごい、なんだ3番線まであるのか、すごいな。4周年おめでとうっていうのは、伊予灘物語の4周年ってことですかね。よくわかんないけど、いや広いな、ほんと主要なターミナル駅みたいな感じが、ここのホームだけ見るとね、見えますね。せっかくなんで向こうに渡ってみますか。ホームからのね、雰囲気だけ見ると、まあ別にって感じなんですけど、なんかすごいインパクトがありますね。ここのね、屋根も多分他の駅より大きいですね、これ。でなぜかこの駅で10分以上停車する列車っていう、張り紙があります。なんだ、外出てちょっと散策でもしてくれってことなのかな。まあ、こんな感じで家もね、まあそれなりに立ち並んでるし、ちょっと行くと店があるような駅なんでね、またここからで、ね、順番にね、次の駅に向かって移動していきます。そう、ここに水道があるというのはなかなかないですね。さあ、では続いての駅、伊予伊豆市駅に来ました。さっきまではね、国道沿いで海沿いという区間を走ってたんですけど、ここから急にね、曲がって県道沿いの川沿いという区間になりました、ね、なので周りの風景も結構変わるかもしれないです。で伊予伊豆市駅はこんな感じで、駅の雰囲気もちょっと変わったような気がしますね。ここから入るのかな。風景はね、まあおなじみって感じなんですけど、まあ家がね、ホームの向こうの方に何軒かあって、で反対側は県道で、まあまあ車が走って、で待合スペース、ベンチがあってって感じで、家はまあまあある方じゃないですかね。ここはね、家のある方からこう駅に渡る踏切が多分、あっちの方まで行かないとないんで、まああそこならまあまだマシな方か。ちょっとね、出入りに不便そうな感じではあります。ではね、次の駅に移動していきます。さあ、続いてね、伊予白滝駅に来ました。ここのね、駅の近くの道路は床の色がね、こうなんだ、歩行者天国みたいな感じになってて、まあ道も狭くて、すぐ横にお寺がありますね。でこっち側に、駅があるという状態です。やたら駐車場がね、活用されてるんですよね。そんなに、なんだろう、車で来て駅を使う人がいるとは思えないんですけど、なんだろう、まあ、それなりのスペースがあるから、周辺の住民の月決め駐車場として活用されてるのかもしれないですね。さあ、あとはね、駅舎の中を見ていきましょう。すごいね、すごい。なんか、なんだこれ、助役とかの帽子かな、これ。かなり偉い人たちですね、これ。夢わらべっていうのか。夢わらべ駅長、駅長の帽子なのか。JR 史上初登場、夢わらべ駅長。まあ、こんなのが他の駅にもあったらね、たまんないですよね。ここものれんがありますね。ここも交換できる駅なんですね。日本一駅から近い滝、白滝公園って書いてあるけど、
そんな近くに滝あんの、これのこと、あ、これえどういうこと、これだったら確かに日本一近いけど、これじゃなかったら多分あの烏山線の滝駅の滝の方が近いような感じがするけどな。まあ、駅の周りの家はまあまあ今までの駅と比べると多い方ですよね、これはね。で、ここの構内踏切を渡って反対側のホームを見てみましょう。でも向こうの車道側の方の風景の方がのどかですよね。反対側はね、家とかなんだ、旅館っぽい建物もなんか結構あるな。旅館なのかな。で、やっぱこのね、駅名ですよね、伊予白滝。白滝っていうと北海道に白滝シリーズってあるじゃないですか。白滝駅、上白滝、下白滝、旧白滝、奥白滝だっけ。まあ、みんな廃止になっちゃって、白滝しか残ってないけど、白滝シリーズの生き残り伊予白滝がここにもあるということですね。まあ、じゃあこんな感じで次の駅にね、また移動していきます。さあ、続いて畑駅に来ました。ここの駅前の道路はなぜか路上駐車がいっぱいあるけど、何なんだろう、何かあんのかな。で、畑駅がこんな感じですね。駅名もなんか面白いですね、畑って。で、この待合室の感じも今までにないタイプじゃないですかね。このプレハブの小屋みたいなのがドーンと立ってるような感じになってます。こういった小屋みたいな感じでもここにね、多分もともと駅員さんがいたんですよね。ここは本当にシンプルな作りで、線路が1本バーッとね伸びてるだけですね。駅前にガソリンスタンドがあって、向こうにローソンがあるから、一応ね、あの降りて買い物するには便利なとこでしょうけど、駅前にコンビニがある駅ってかなり久々じゃないかな、見える範囲にコンビニってね。さ、ではね、とりあえずまた次の駅に移動していきます。では続いて春川駅に来ました。なんかね、人の名前みたいな、ね、駅ですね。で、ここはあの主要な道路、県道がちょっと奥のね、あっちの方にあるん で、そこからちょっと離れたところにある静かな駅です。まあ、周りはね、また家が数軒あって、で、すぐ近くに変電所があるんですよね。あれかな、でもこのね、電線がなんかビロビロ伸びてますけど、ここが変電所で、またこっち側は小学校、これはね、特に廃校とかじゃなくて普通にやってる小学校ですね。それであとホームを見てみましょう。で、あと3分ぐらいでね、また松山方面に行く列車が来るんでね、ホームを見学してその列車をまた見送ってって感じにしましょう。あ、簡素なホームだけど、この目の前の田園風景がいいですね。ここもなかなかいい景色だと思うな。9時55分発っていうのが来ますね、春川駅。自分のね、下の名前と同じ駅があるっていうのもね、いいですよね。隣の駅五郎ですからね、五郎もね、絶対五郎って人いるでしょうからね、名前みたいな駅が連続すると。お、じゃ踏切が鳴ったんで、またホームじゃなくて線路沿いで見ていきますか。いいですね、乗客が3名ほど乗ってたように見えましたね。ではこんな感じで、次はね、途中駅として最後になる五郎駅に移動していきます。続いて五郎駅に来ました。ここもね、すぐ横に県道があるんですけども、ここからちょっとそれたところに駅があります。この路線は本当みんな大体が主要道からちょっとだけそれたところにあるんですよね。じゃあホームに上がってみます。んー、おっと こう線路はそっか、昔2本あったけど今剥がされたんですね。向こうに宇和島方面乗り場っていうね、文字が残ってますけども、今はね、どっちの方面もここのホームから乗ることでしょう。待合スペースもなんか大体こんな感じだからもう見慣れちゃったな。あ、五郎駅駅スタンプがあるんだ。利用を井の上に置いてありますと書いて、ようこそタヌキの里へ。え、タヌキいっぱいいる。へえ、タヌキ駅長なんて感じで、まあ、タヌキで売ってるって感じなんですね。
あ、伊予灘物語五郎駅通過時刻まで書いてある。下り10時21分。これはね、運転日だったらね、これが見えたんだけど、残念ながら今日は走ってないです。ここも周りに家は、でも見える範囲だと、ここ数軒か、少ないですね。まあ道路はね、近いんだけど。祝、伊予灘物語4周年。いや、本当にタヌキで押してますね。そんなにタヌキ多いのかな、ここ。で、愛ある伊予灘線。あんまり定着してなさそうな、この路線の愛称と書いてある。やっぱこの駅名ですよね、五郎って。これもね、あの由来は何だろうって感じですけど、ちなみに神戸電鉄に二郎って書いて二郎って読む駅がありますんで、まあね、二郎があれば五郎もあるみたいな感じでね、仲間みたいな駅名ですね謎ののけぞってるタヌキのね置物みたいなのもあるし、なんだろうこれは。祝9万人達成。これはあれか、1万人増えるごとにここを増やしていくやつなのかな。次10万人になったらどうなるんでしょうか。まあ五郎駅はこんな感じの駅ですね。とりあえずね、これで中間の駅をすべて巡ったので、あとはね、最後隣のまたね、内子線の方の予算線と合流する伊予大洲駅に行って、それでこの動画は終わりにしようと思います。この動画の最後の駅に、伊予大洲駅にたどり着きました。神社の鳥居みたいなのがね、道路にありますね。あとまた謎のモニュメントがあって、一応入場券でホーム入ってみようかな。入場券で、ね、ホームに入ってみました。あと10分ぐらいでね、特急和解が来るみたいなんで、それを見届けて、動画を終わりにしようと思います。はこんな感じで特急も止まるような駅なんで、ではとりあえずこれでね、予算線の IR 伊予灘線区間全駅訪問はこれで以上になります。続いてね、もう一個の方がさらに行きたかったんですね。あの淀線全駅訪問っていうのをね、この後やりに行きますんで、ぜひねそちらの動画もよろしくお願いします。